ローフォースローフリクションテクニックとは、刃の並びを矯正する際に、セルフライゲーティングブラケットを用いて、結札線やエラストメリック体などを使わずに、アーチワイヤーを、ブラケットのアーチワイヤースロットに固定することにより、小さな力でより早く矯正を行おうとする方法。直訳すると小さな力小さな摩擦となる。代表的なものとして、デーモンシステム、STB、ミニクリッピー。 クリッピー C、クリッピー L、クリアスナップ、クリア TSL セラミックブラケット、スマートクリップがある。1990年代中頃、デュイットデーモン博士がセルフライゲーティングブラケットの開発を始めた。そして完成したものを患者に使用してみたところ、歯が従来の装置とは異なる動き方をすることを発見した。このことによりローフォースローフリクションテクニックの考え方が生まれた。 概念としては、化学永久摂取は絶速に振って放出することが多いが、これが舌の圧力により正常な位置に自然に移動する。これに近い形で歯の移動を行おうとする方法である強制治療患者の7割が強制時に痛みを感じるという報告がある。しかし、朗報スローフリクションテクニックを用いると痛みの軽減が行える。治療期間が短縮されるという報告もあるが、 従来の装置と変わらないとする研究結果もある。また、生理的に無理のない力をかけるシステムのため、顎関節症などの副作用が起きにくいのではないかと、開発者は言っている。また、近年の新秘意識の高まりにより、問題になりやすい、ブラックトライアングルも通常の方法に比べて、出にくいという報告もある。実用化の段階ではあるものの、 まだ絶対的な症例数が少ないため学術的な研究が途上であり、装置にもまたまだ開発の余地がある。スタンダードワイヤーテクニックからストレートワイヤーテクニックに発展した時と同様の変化となるか、今後の強制治療の主流となるかは未知数である。読売新聞2004年11月22日。ありがとうございます。